今日、土佐文旦の生産者らが県庁を訪れ、今年の出来を報告しました。主な産地である土佐市では大雪の被害がありましたが、もともと豊作だったため、もう一つの主要産地である宿毛市とともに収穫量は平年並み。糖度と酸味のバランスが良く、味は上々とのことです。浜田知事も、甘いですね。本当さっぱりした甘さ分担は魅力ですね。2月13日土佐文旦の日には、ブルゾン千恵美として一世を風靡したタレント藤原しおりさんがオンラインの PR イベントに出演。実は無類の文旦好きなんだそうです。文ちゃん、今年の文旦の出来はいかがですか？グッドだそうです。あの爽やかな特口、おかわりのしたくなる味なので、ぜひその辺を食べていただいて、リピートもいただいて、あの長く食べていただきたいと思います。来月5日には中央公園で土佐文旦祭りが4年ぶりに通常開催されます。